整体サイズ院長の角谷と申します。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、脊柱管狭窄症の方にやってほしいストレッチ3つお伝えしていこうと思うので、もしあなたが狭窄症でお困りなのであれば、このお伝えする3つのストレッチですね、やっていただくと痛み改善したり、しびれが改善する可能性非常に高いですので、これで、ね、困っているのであればしっかり見ていってください。はい、じゃあ早速ね、内容に移っていこうと思うんですけれども、今回お伝えするストレッチは3つありまして、1つ目がお腹の筋肉で、2つ目が太ももの前の筋肉、3つ目が太ももの内側の筋肉、この3つでの緩めていく形になります。で、これを緩めていかないといけない理由なんですけども、狭窄症の方っていうのは基本的にほとんどの方が反り腰になってます。反り腰というと、横から見た状態だとこうお尻が出て、ここが反ってる状態ですね、腰の部分、これをこの状態、これを反り腰しています。で、この状態にどうなるとどうなるかっていうと、お腹の筋肉、こことここにくっついてるので、これがお尻が出てることで縮こまってます。なので硬くなりやすいです。で、お腹の筋肉が硬くなることによって腰のところを引っ張って、腰であったりお尻に痛みが出るという状態が非常に多いですので、この体勢を取らないようにやっていきたいので、やっていく部分としては先お伝えした硬くなっているお腹の部分、ここを緩めてあげて戻してあげる。で、その後にすごい大事なのが、先お伝えしたこの太ももの部分、太ももの筋肉というのが硬くなるとどうなるのかというと、ここから膝のところまでくっついているので、これが縮こまると前に体が倒れます。とさっきみたいな姿勢でお尻が出たような状態を作ってしまうので、この反り腰ある方っていうのは、この基本的に太ももの筋肉を緩めていかないと、お腹だけ緩めた状態でもここだけが伸びた状態でなれば、まだお尻が出てしまっているので、太ももを緩めて戻してあげるっていうことが非常に大事になってくるので、この前の筋肉と内側の筋肉、この筋肉は骨盤を引っ張って前に倒してしまう、こういう状態作ってしまいやすいので、今回はこの3つですね、お腹の部分、太ももの前、太ももの内側、この3つを緩めていくストレッチやっていこうと思いますので、早速ストレッチやっていきましょう。まず1つ目のお腹を緩めるストレッチやっていこうと思います。これすごい方法簡単なんですけど、まず立っていただいた状態でご自身のへそを探してください。このへそ、この辺にあるんですけど、ここから指4本分4を押しています。この指4本横に行った状態のこの小指の部分、ここを腹筋のちょうど終わりの部分、横の部分かな、なると思うんですけど、ここをグッと押さえてください。これやるとお腹の筋肉ちょうど触れれるようになるので、ここをちょっと覚えておいてください。やり方としては、こういうベッド寝転がっていただいて、寝転んだ状態でさっきの指4本探して、小指のところ、これをグッと押さえる。で、あとは左の足、右側であれば左の足はそのままで、右の足をグッと曲げていただいて、横に開く、閉じる、開く、閉じる、これを10回やっていきます。じゃあ早速やっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。で、この時に気をつけていただきたいのが、こう押さえて倒すとお腹の中がちょっとふっと戻って出てくる形になるので、その時に押し返されないようにグッと押し込んでください。で、また戻して、押し返されたらグッと押すような、これ意識して10回だけやってみてください。これがまずお腹を緩めるストレッチになってます。はい、じゃあ次はね、2つ目のこの太ももの前面の部分緩めるストレッチになっていきます。このストレッチもすごい簡単で、こういったベッドかなんかソファーとかでもいいんですけど、こういった形で膝を曲げて座ってください。で、まあ、この右の方伸ばしていくのでは、右の膝を曲げた状態で体を少しずつ後ろに倒してもらって、この状態でも大丈夫です。これで10秒間伸ばしてもらっても大丈夫なんですけど、できる方は右の足を伸ばしていく場合、左の肘を床につけてください。こうするとよりこの時よりもこっちの方がすごい効いてくるので、できればこの形でやっていきましょう。これもね、10秒間伸ばすだけで大丈夫ですので、ずっとやっていきましょう。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。これでね、この前面の部分伸ばせるようになりますので、次はこの内側の部分伸ばせるようにやっていきましょう。はい、じゃあ次ね、3つ目のストレッチになります。これはこの太ももの内側の筋肉を緩めていく形なんですけども、まあ、これはストレッチというよりはマッサージになります。まあ、ご自身で押さえていく形なんですけども、場所もすごい分かりやすいです。大体履いていただいているズボン、こういった形でほとんどのズボンってライン入っていると思うので、このまっすぐのラインよりも下の部分、ちょうどこの辺り、
に内側の、まあ、内転筋と呼ばれる筋肉がくっついているので、この筋肉が硬くて骨盤を前に倒してしまうので、ここを緩めていく形になります。で、方法としてはご自身でこのラインのところの下の部分をグッと押さえてもらうと、ちょっと痛いなっていう部分あると思います。これをね、押さえるだけで大丈夫です。ここを3箇所ぐらいこう上に行った形で押さえていくので、これも一緒にやっていきましょう。はい、行きます。押さえて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。で、少し指をずらしてまた押さえて硬いところを見つけてください。ここ行きましょう。はい、行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 はい、 OK です。で、少し指ずらして、ここも硬いところあるのでやっていきましょう。はい、行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 はい、 OK です。でね、ここより下に行ってしまうとあまり意味がなくなってくるので、ちょうど半分ぐらいですね、この股のところから半分ぐらい、この辺りのところ 1,2,3 箇所ぐらい押さえていただくと、内側の筋肉すごい緩んでくるので、これもね、10秒10秒10秒、合計30秒だけなんで、これもしっかりやっていってください。はい、じゃあここからね、狭窄症の方がやってほしいストレッチ3つ以上になってます。1つ目はこのお腹のところを緩めると、2つ目は太ももの前を緩める、3つ目は太ももの内側を緩める。これをすることで反り腰になってて、骨盤が前に倒れて腰が反っているものを戻せるようにできますので、これね、1日1回でいいので毎日しっかり頑張ってみてください。じゃあ今回の動画ね、いいなと思っていただけましたら、また高評価とチャンネル登録の方だけお願いいたします。はい、今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。